日本東京都練馬区、中村中村は東京都練馬区の町名。住居表示実施済み区域。現行行政地名は中村1丁目から中村3丁目。郵便番号は176-0024。練馬区の南部に位置し、北で中村北、北東で豊玉北、東で豊玉中、南東の道路上の一点で豊玉南、南で中村南。 西で中野区城、詐欺宮と接する。また、西部を中杉通りが、東部を南クライン通りが、南北に縦貫している。主に住宅地として利用される。町域内に、寺院、瑠璃高山用子・南クラインがある。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 新編武蔵風土機構によれば、かつて上杉宮村、下杉宮村と共に、多摩郡に属した中杉宮村と呼ばれていたが、それが略されて中村となったというのが地元の説である。しかし、上杉宮村、下杉宮村と隣接はしていたものの、両者の中間に位置していたわけではないので、この説には批判が提出されている。町域内に、 鉄道は通っていないが、北側は西武池袋線練馬駅、中村橋駅及び都営大江戸線練馬駅、南側は西武新宿線の型駅、都立河西駅、佐欺宮駅が利用できる。また、関東バスや京王バスで中野駅、阿佐ヶ谷駅、小木久保駅へ向かうこともできる。豊玉南とは道路上の一点で接する。ありがとうございます。